せり上がってきました。こんにちは、わきです。なかなか遊びがいろいろと制限されている中、自宅でゆっくりと映画などを楽しみたいという需要がかなり広まっております。僕自身もプロジェクターを使ったホームシアターシステムを組んで、映画や海外ドラマ、アニメなどを自宅で楽しんでおります。でもね、僕が使ってるスクリーン、実はあれ白いロールカーテンなんですよ。まあプロジェクターさえあれば、白い壁などがあればそこでも映すことはできるんですけれども、なかなかそういう白くて広い壁っていうのがなかったりするんですよね。まあそれでもね、簡単な白いロールカーテンとかでもスクリーンの代用はできるということなんですけれども、もっと綺麗な映像で楽しみたいとなった時には専用のスクリーンというものがございます。今回ご紹介するのはそのプロジェクターの専用スクリーンなんですけれども、ちょっと大きなものなので別の部屋でご紹介してまいります。はい、広いリビングにやってまいりました。床に置いてある長い黒い物体、これが今回ご紹介いたしますプロジェクタースクリーン、ビビットストームの超単焦点プロジェクター用の100インチのスクリーンです。で、この手前に置いてあるこの物体が超単焦点のプロジェクター。ではこのスクリーンの特徴を見てまいりましょう。はい、こちら設置して左側の側面に電源類がまとめられております。まあ、この床置きしてある状態でお分かりかとは思うんですけども、スクリーンが電動でせり上がってきます。そのためにこのコンセントから電源取ってますね。今ね、ここにつながってるのはプロジェクターの電源と Fire TV Stick 4K の電源ですね。で、もう一つこれね、床にポロンと置いてあるこちらが、ね、赤外線リモコンの受光部分ですね。その操作するリモコン2種類付属しております。こちらが RF リモコンで、こちらが IR リモコンです。まあ、先ほど赤外線の受光部ご紹介しましたので、今回はこちらの赤外線の IR リモコン、これで電源入れようと思います。さあ、スクリーン起動します。ポチッと、ぐーんとせり上がってきました。はい、こちらが100インチのスクリーン、かなり大きいでしょ。これだけのスクリーンがぐーっと電動でせり上がってくるんですね。で、今回お借りしているこちらのスクリーン、この超単焦点プロジェクター専用のモデルなんですね。どんなところが専用なのか詳しく見てまいりましょう。これ今スクリーンのエッジの部分、一番端っこの部分ですね、これね、ちょっと寄って見てみますと、このね、テグスのような細い線が入ってますよね。これによってね、このスクリーンがシワにならないようにピンと張られた状態になってるんですね。普通イメージするスクリーンっていうのは真っ白かと思うんですけども、このグレーの色で細かい線が見えてますね。ちょっとマクロで撮ってみましょうか。あ、これがね、今 iPhone 用のマクロレンズでかなり寄って映してるんですけども、シマシマになってるのは分かりますよね。これが実はね、横から見るとノコギリ状のギザギザになっていて、超単焦点レンズの下からの光、それをしっかりと投影してくれて、逆に上からの光があまり映らないような、そんなスクリーンになってるんですね。ちょっとした実験してみます。今この iPhone のライト、これをね、下から当ててみます。下からの光を反射してくれて、上からの光はあまり反射しない、これがこの超単焦点用のスクリーンの特徴ですね。はい、このような形で今プロジェクター映しました。この超単焦点プロジェクターの下からこう斜め上に投影しているところですね。で、ご覧いただいているように、今まだ部屋明るい状態です。さらに部屋の照明もついております。今撮影してるのかなり明るく映ってると思うんですけども、ちょっと僕の見た目に近い露出に合わせてみましょうか。そうですね、今ね、僕の見た目にはこのぐらいの明るさで映っております。で、普通のスクリーンであればこの今上の照明っていうのが反射して映り込んじゃうと思うんですけども、全然映ってないですよね。例
試しにこの電気消してみますね。パチッと。スクリーンに変化ないですよね。このだから上からの光っていうのはあまり映さずに、下からのプロジェクターからの明かりだけをうまく投影してくれるというギザギザのスクリーンなんですね。これが最大の特徴でございます。で、今回はこのスクリーンのレビューに合わせて、この 4K の超単焦点プロジェクターをお借りしたんですけども、せっかくの 4K ということで、こちら Fire TV Stick 4K、 こちら購入して今接続しております。やっぱ100インチクラスのスクリーンで映画とか楽しもうと思うと 4K 解像度欲しくなってきますもんね。もう用意する機材はたったこれだけでかなり本格的なホームシアター楽しめるのではないかと思います。もちろんパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像も投影できますし、これは仕事でのプレゼンテーションだったりとか、友達集めて VR パーティーなんかにも向いてるんじゃないでしょうかね。で、使わない時にはこのリモコンでギューッとしまっておけば、部屋は広々と使えるということですね。今回ご紹介したこの超単焦点用のスクリーンっていうのは、この下からの投影の光をきれいに映してくれる、上からの光をあまり反射させないというものだったんですけども、これ以外にもいわゆる普通のプロジェクター、こう超焦点っていうんですか、向こうからこっちに映す、まあ映画館のような投影方法ですよね。それ用の超焦点用のスクリーンというのもありますし、あとは僕が普段映画鑑賞とかに使っている部屋には 5.1 チャンネルのサラウンドシステム組んであるんですけども、スクリーンの裏にね、センタースピーカーやフロントスピーカー置いてあるんですけども、そのスピーカーの前にこの大きなスクリーンを置いてしまうと音が遮断されちゃうじゃないですか。その音をきれいに聞こえるようにしてくれる、このね、スクリーン自体にね、ポツポツ小さな穴の開いてるものがあるんですね。このビビットストームではこの超単焦点用以外にも、そういったいろいろなスクリーンというものがあります。あとは大きさも今回これ100インチなんですけども、もうちょっと小さいサイズからもっともっと大きなサイズまで幅広くラインナップされております。まあ、今回ご紹介したスクリーンっていうのは、なかなかちょっと気軽には導入できないかとは思うんですけれども、実際にね、ホームシアターとか今まで運用してた方、もしくはもうこれから部屋を一つホームシアターに作り上げようという意気込みのあるような方はね、ぜひ参考にしてみてください。やっぱり専用品は違うんだなっていうのは実感できると思います。